皆さんごきげん、ウルバシューマーチャロです、私最近イーカラーを買いまして、ダダン、こちらの3種類ですね。こちらの3種類を買いまして、あの真ん中はもう結構前に買ったので開封したんですけど、この両端を開封してないので、せっかくだし開封してついでに撮ろうっていう感じで行っております。そもそもイーカラって何って、若者のために説明するとこんな感じだよ。パワポ初心者みたいな画面でごめんね。まあ簡単にこの3種類何が何かっていうのを説明していきたいと思います。まず私が結構前に買ったっていう、これは、まあ、全部モーニング娘。のセットなんですけど、イーカラのモーニング娘。スターターセットっていうことでですね、中身はこれイーカラのマイク本体とコードですね、それとモーニング娘。のカートリッジ、まあ、曲目はこんな感じですね。に続きまして、イーカラのモーニング娘。スペシャルボックス、これは多分さっきのよりも前に出したやつですね。体勢が9人なので、これはですね、まあ、さっきのスターターセットとそんなに変わりはないんですけど、このマイクがついています。でさっきのよりシンプルすぎない、モーニング娘。としか書いてないんだけど、なんかちょっとうさんくさく感じるんですけど、本物です。まあ、こちらもねカートリッジが入っておりまして、すごい今気づいたんですけど、さっきのこのマイクのマイク、このマイクはこれカートリッジで、これを入れることによってテレビとつなげて音楽が、まあ、カラオケの画面が流れるんですけど、これはこうやって、あれ、ちょっと待って、こっちか、待って、こっち、こっちだ、こっちで、ちょっと待って、これで奥までカチッっていうまで差し込みます。これでテレビとつなげてこのカラオケの画面がテレビに流れるんですけど、これはこのカチッっていうやつがなかったので、どういうことだろうって思ったら、デュエット用のやつらしくて、これがテレビとつなげて、これはこれとつなげるらしいです。だからこのコードがあって、今手っ取り早くやるんですけど、ここにこうつなげて、こうやってデュエットするらしいです。2000年こちらいいからスターターセット、これはですね、まあ見ての通りマイクじゃないんですけど、これをこうつけて、ここにつなげて、コードがありますので、これをまたここにつなげて、カメラに画面表示させて、でこれはいって、天井が低いんですよね、ここまでなんですよね。でこことか腰の部分にここの部分つけれますので、ここにつけて楽しむことができる。はい、まあ女児がやるものをね、22歳が無理やりやったら髪がボサボサになるっていうことで、それでね下に降りて、またいいからで、それでね下に降りていいからで遊んでみたいなって思います。それでは下に降りましょうって思うけど、私は美容室に行くので、ここでちょっと失礼。あなたのハートに狙い撃ち、バキューンっていう広瀬すずは置いといて、とりあえずこれをセットします。まあ、これはまあまだ前遊んだことあるので、電池が確か入ってて、でまあここをぐりぐり取り出して電池を入れるんですけど、それがまあどうせ入ってるのでいいです。まず最初にこれに入ってたマイクで、これに入ってたカートリッジで遊びたいと思います。ややこしいやん、ややこしいやん。片付けるのがすっげーだるいな、これ見てよ、これ汚っ。お父さんの名前がパンパスだった頃、私の名前は芋虫羊羹だった。せー、私のお父さん芋虫だった頃、近所のチンジャオロース屋は潰れてた。でこれをテレビにつなげていきます。ここにつなげるわけなんですけど、先にもうホコリがめっちゃ映ってるね、聞いたら、なんだっけ、ビデオプレイヤーが置いてあるので、それをまあ引っこ抜いて入れてきますね。どのコンセント見てもそうでもない、決定を押したらつくはず。でビデオにして、ほら、
かわいい、かわいい、見てこれかわいい。この画面はですね、このいいからモーニング娘。スペシャルボックスの中に入ってたカートリッジなんですけど、入ってるのは、まあ、後藤真希の曲、まあ、モーニング娘。はもちろん、すごい、せいえもっとミラクルナイトが入ってる。あと、タンポポプッチモニですね。ミニモニはまだ、いやもう発売されてたはずだけど、ミニモニはないですね。まあ、せいえもっとミラクルナイト私好きなので、これ歌いましょうか、とりあえず。こんな感じなのね。まあ歌が下手とかなんとかは置いといて、ドゥー、ヘイ、ワオ、あ、エコーかかる。ワオ、大重計の手、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ、ダイエットなんて意味ねえない、恋愛感だってミラコミラコ、案外一緒で嬉しない。長い見ろ見ようとしないで、ベイベー、自分で開こう、ミラクル声援、夢を見ようよ、でっかいファイヤー、もっとミラクルない、イエーイ、オン、ミラクルミラクル、あ、ミラクル。何で57点でいい感じとは。じゃあ次は後藤真希のソロファーストシングル愛のバカ野郎でも歌えますか。あんまり愛のバカ野郎がないけど、ラブマシンっぽいよね、どっちかって言ったら。この映像、このフォントがいいよね。続きまして、これをちょっと引っこ抜いてですね、こちらの J-POP ミックスボリューム19を入れたいと思います。曲目はね、まあ、こんな感じでですね、まあ、ポルノグラフィティ、嵐、V6、ヒステリックブルー、花花、アムロちゃん、ユズ、イエモン、ルナシー、福山、サザンなどなど、サウダージか感謝感激雨嵐しか歌えねえっすね。はい、パワー、メンパワー、髪なぎる、みなぎる、マンパワー、が、ものごっつ、ものごっつい、ものごっつい言うとるやん、ついたわ。はい、ポッ、決定だね、これは。ちなみにね、エコーとエフェクト変えることができますので、ちょっと知ってる曲から、知ってる曲をちょっと参考に。で、ボリュームはここで変えれまして。あ、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 なんか変わるらしいんだけどね、歌を。いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。そう、なんかエフェクトが多分ここに表示されてるので変わると思うんですよね。ここっと分かりにくいやつ、ここにちょっと、この今女性なんですけど、嘘をつくぐらいなら何も話してくれなくていい、あなたは去ってゆくの、それだけは分かっているから。可愛い女じゃなかったね、せめて最後は笑顔で飾らせて、悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、その雫ももう一度飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸にとどまり続ける限り、あなたを忘れずにいられるでしょう。わかんねえ。エコーがお風呂、普通が、時を重ねるごとに一つずつあなたを知っていって、さらに時を重ねて一つずつわからなくなって、愛が消えてゆくのを夕日に例えてみたりして、そこに確かに残るサウダージ。ごめんなさい、
影を背負わせぶせ海の底でも物言わぬ貝になりたい。誰にも邪魔をされずに海に変えていいのに、あなたをひっそりと思い出させて、諦めて恋心よ、青い期待は私を切り裂くだけ。夜空を焦がして私は生きたわ恋心と。わかんないっすね。で、一回このマイクは終わりにしまして、うん、次この子を使いたいと思います。とこの子とこの子をくっつけて、この子とこの子をくっつけて、この子とこの子をくっつける。準備が終わったらひとまずトイレに行く。ね、ちょっとコンセントがあまりにも多すぎるけど、まあこれも2000年代だなっていうことを実感していただければいいです。あとこれがちっちゃいのかなって思う方も、私の頭ってでかかったんだなって実感すれば大丈夫です。うわー、口が近すぎる。もうマイクという意味をなしてないけど、もういいや。ははは、は、僕がミッキーだよ。すごい、ワンピースだとこんなにもダサくなっちゃうんだね。のはこの採点カートリッジ、よいしょ、入れましょう。うん、こっちだった。うん、って思ったけど忘れてた、私は電池も入れていなかった。こういうね、穴だとなかなかね、専用の開け器とかないとめんどくさいよって方、ハサミを使うといいよ。どうしよう、ペンチが潰れ、どうしよう、ペン先が潰れちゃった。これはピンチだ。どうすればいいんだろう。なんと私は気づいた。ここをグリ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 やってて潰れてきたんだけど、ここをピッてね、開いたらね、ほら、ここが浮き出てくるでしょ。そう、私は気づいた。ここを開けるんだ。あ、ここを開けるんだ。あ、ここを開けるんだ。あ、バキッつった。はい、死んだ。はい、死んだ。ジボオン。あ？え？あ、怖いよ、もうバカだから、バカだ、バカだって言うと高くなっちゃうな。だっこちゃんじゃん、かわいい。すげえ、みんな同じ顔。これキムタクかな。じゃあちょっとあゆ歌いますか。消えた、消えた、なんだよ。ボーイズ&ガールズか。おお。ねねねねねねね。あ、タラララなんだ。ねねねねね。待って、これどこで歌うの。あ、あ、ここか。ただ遠いがでかいからちゃんと歌えない気がする。あ、よく坂道とかがこういうのつけてるよね。輝き出して僕らを誰が止めることなどできるだろう。羽ばたき出して体を誰に止める権利があったのだろう。じゃあここでも歌えるんだね。この辺、顎ら辺でも。夜空の向こうにしようかな。はい、また止まった。え、なんな、え、なんな、大丈夫なんか、キムタクフィーチャー感すごくない。何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。
他の映像も見てくよ。これはまあこんな感じの画面で、グレイのウィンターゲイはまあこんな感じの画面ですね。ヒーロー、これスピードのヒーローかな、スピードのヒーローのトレジャーは、あーかわいい。これがスピードか。これがスピードのマイグラデュエーション。これが ELT のタイムゴーズバイ。あ、これおしゃれでかわいい、ピンク。すごいね、この時代は。 Love Day After Tomorrow マイクラキ、これも好きだな。あ、かわいい。これも I Love You ネオリカ、意味わからないこの T シャツは。文字化けが多い。そしてキャンセル化できないと、まあよく壊れますねこっちは。で、 Can you keep a secret、 これはちょっとクールな感じ。ガラスの少年、これはどっちが強しでどっちが高一、強し高一かな。というわけで、まあエンディングをまた撮り忘れていたわけなので、次の日ぐらいに撮っているわけですけど、下で昼なんですが流れてますけど、まあ楽しませていただきました。私個人的にはね、まあやっぱこれかな。これはちょっとやりづらかった。やっぱりあと一人で楽しめないですね、なかなか。やっぱり友達とかを呼んでまた今度やってみたいなって思います。それじゃあチャンネル登録、高評価などなど、ご意見ご感想どしどしお待ちしてます。バイバーイ。